デッセン、妖刀が欲しいのです。この間竹を切るときに妖刀を使ったと言っていましたよね。持ってきてください。では、あの時、ノコギリを使ったというのは、本当だったのですね。いいですか？妖刀とは、素晴らしいものなのですよ。一般的に、妖刀とは、書いて字のごとく、妖気を帯びた刀です。皆様、妖刀村正をご存知ですよね。まずはなぜ、村正が妖刀とされたのか、お教えしようと思います。まず、村正の起源は、1501年、千五村正という刀鍛冶師が最初とされています。当時は、それはそれは手頃で、質も良かったため、多くの人の手に渡ったそうです。ここまでは普通の刀と変わりませんでしたが、ある出来事から事態は一変します。村正が徳川家に仇をなす刀として禁止されたというお話をご存知の方はいらっしゃるかと思いますが、これを掘り下げてみると、実際のところは祖父清康が村正で家臣に殺された一件だけ。しかし、正保年間以降に書かれた義書、三河御符土記では、不吉の刀として、家臣に至るまで、皆村正の所有を禁止されたと記載されております。このことが、100年かけて、1700年代後半にまでなると、大きく広まり、徳川家以外にも災いをもたらす刀だと噂に尾ひれがついてゆくのです。1800年代になると、幕府の正史五十記の付録に妖刀村正伝説が収録されることで、さらに噂に拍車がかかります。しかしながら、根拠がないにもかかわらず、一体なぜこれほどまでに妖刀伝説が広まったのか、それは、このような説があるためだと言われております。悪い喧騒とされたから。江戸時代には、喧騒といって、刀の見た目から吉凶を占う迷信があり、村正は、悪しき喧騒を持つ刀として、妄想の標的にされたのではないかというお話です。権威のある書物に妖刀伝説が掲載されたから。五十記という信用度の高い書物に妖刀伝説が記載されたことにより、噂に信憑性が増し、語り継がれるきっかけとなったと考えられます。村正の覇気のこもる外観も妖刀伝説に説得力を与えた。実際に村正は、見た目よりも切れ味を重視する部分が大きかったと言われており、当時の美しい刀とは一線を画す異彩を放つほどの素晴らしい作品だったということでしょう。事実関係としては、村正が非常に優れていたため、流通量が多く、流通量が多ければ、自然と村正による死傷者も多くなるわけで、実際、家康も村正で怪我をしたことはあります。それでまあ、実際のところ、村正は禁止されたというより、家臣たちが君主たちを傷つけた刀を仇として、空気を読んだ結果、自発的に自粛の傾向に向かったという意見もあります。最後に言えるのは、人々は良い噂よりも悪い噂を好み、その結果が村正を妖刀へと変えていったのではないかと私は思うのです。
エッセン、こちらに持ってきてください。わあ、重たいです。これは私がいただいておきます。この刀の名は妖刀オダマキと命名します。今日から私の宝物です。さて、試し切りをしてみましょう。悲願のお話、ご清聴いただきありがとうございます。お気に召しましたらまた遊びに来てくださいね。それではさようなら。